ね、鬼やばいな。やるか、アモングちゃん。めっちゃ疲れたよ。まだ火曜日だったよ。食器を洗っているのはババってんです。そう、お皿洗いしてる。今日ご飯も作ってくれたし、お皿も洗ってくれてる。優しい。公園の名前何にしたっけ、忘れちゃった。バッセンすごいよ。すごい株がうなぎ登りだ。できるお父さんでしょ。今日はね、鮭焼いてくれてたから食べた。あ、みんな本田ショコラ届いた。今お腹張ってるから明日食べようかな。でも食べたいな、どうしよう。でも一度開けちゃうとなんかあれだよね。明日食べようかな。本田ショコラ届いた、嬉しい。食べちゃいたい。食べちゃうかも。ごめんね、配信終わったら食べちゃったらごめんね。でも届いたから美味しくいただくね。見たい？10位以内に入りたいらしいです。マジで赤ペン先生の花丸思い出すんだけど、めっちゃ赤ペン先生にさもらう花丸大好きだった。なんだっけあれ、チャオじゃなくてチャレンジ1年生みたいなね。え、花丸先生懐かしくない？赤ペン先生だった。そう、パパ絶対10位以内に入りたいらしい。無理？無理って言う。はにょまる。くもんじゃない、くもんじゃ、チャレンジ1年生。ランドセルのなんだっけ、あの人の名前。だってランドセルのあの人のキャラの名前なんだっけ、ラッキーじゃない、なんだっけ、なんだっけ、コラショだ、コラショだ、コラショだ。懐かしい。ショコラじゃない、コラショです。ラッキーって誰だっけ。え、コラショ、コラショだ。ショコラを開ける、待って、急にスイーツアニメになった。コラショ、コラショだ、懐かしい。ちょっと待って、一回顔のむくみ一瞬で撮るね。ゴリッゴリ言うんだけど、顔もんだら。コラショか、ほんとほんだショコラに。
ちょっと待って、今物件のことで連絡来てる。なんかいい場所ってさ、なんか内見しないととか言うけどさ、内見とかしてたらさ、誰かに絶対すぐ取られるくない？うーん、本当に、悩んでる私本当に。なんかバイトがさ、あるから昼電話できないからさ、何も勧められなくてさ、もう本当にショックなん、どうしたらいいの？今日いいなと思って問い合わせたら事故物件だった。本当にいいと思ったけど、そんな見るとかしてたら本当にもう誰かが申し込みしちゃうんですよ。早さ勝負すぎて本当。しかもね、なんか問い合わせして事故物件だったこと3回目なんだけど、問い合わせして事故物件だったこと3回目だったんだけど、今回のが一番ちょっと鳥肌立った。匂いが残ってるって言われたの。だから内見して匂いに耐えられるなら申し込んでくださいって言われて、いやそんな安くないよ、6万なんぼぐらいだった。安くていいよって言うけど、え、匂い残ってるの？あれ、OK、いける人いる？もう、でも匂いとはっていうところからなんだけどさ、まず。私はちょっと無理。一番鳥肌立った今までで。なんか人間って必ず死なくなるからさ、普通当たり前のことではないけど、なんでだろうね、なんでそう思っちゃうんだろうね、みんな。なくなるのにね、難しいよね。ねえ、怖いよね。そうだよね、匂いが残っちゃうってことは。そうだよね、事故物件は避けた方がいい。いやー、わかんない、それはもう自分の価値観じゃないかな、普通にもう価値観だと思う。それはいいも悪いもね、難しいところだよね。めちゃくちゃ価値観な気はする。
いや本当家決まらないの精神的にきついまあ私がああだこうで言ってるっていうのもあるけどさ、でもしっかり決めたいじゃない。全然気にしない人もいると思うよ絶対。全然気にならない人もいると思う中には。そう、次の人は知らされないよ。だから築年が割と立ってるものは怖いよね。だから割と築浅がいいんですよ私は。そういうのもあるし、バイトは決まってる。ねえ、ちくわさはねなかなかないしね。そうそう、新居のお話。こんばんは。うん、私築年数めっちゃ気にする。7年以内じゃないと無理かな。だって以前に何があったかわからないじゃないか。住んでみたい、まあ、いいんじゃない、興味があるんだったら。でも事故物件っていうさ、あの映画あったんだけど、のんのんと見に行ったんだよね。のんのんと見に行ったんですよ私ホラー映画本当に無理な人なんだけど、あれはなんかめっちゃ面白かった。めちゃくちゃ面白かったよ。もう初めてホラー映画で笑った。めっちゃ面白かったよ本当にあれ。東京にいる友達に見に来て、え、私の代わりに内見してっていうの？そんなこと頼める？みんな友達に逆に。そんなさ、パシリみたいなこと頼める？え、大島テルさんのやつ見てるけどさ、どうやってさ、自分が住みたいと思ってる物件と照らし合わせるかよくわかんないんだけど。え、マジ？友達だったらいける？手が出てきたあたりおかしくなった、おかしくなった、もうめっちゃ笑って。頼めないよ私。そんなこと頼んでいいよって言ってくれるような友達いないと思う。いないと思う普通に。まあでも私暇だったら行くかも、友達に言われたら。それが気軽に頼める友達いないかもしれない。ここにいる人で都内に住んでる人に頼みましょう。家バレるじゃん。つかさなんて絶対言ってくれないから100いかないから。友達が住んでいるアパート同居させてくれる友達もなかなかいないですよ。
そうだよね、難しいね、お家決めるの。下に泊まり住んでいいな、楽しそう。こんばんは。頼まれた人も困ると思う。でも内見には行けないからな、内見内見ってめっちゃ言われるんだけどさ、もう内見行けないからと思って、地方ですからと思って。もうなんかね、自暴自棄になりそうなの今。もういいわ考えなくてみたいなところまで行ってる、見すぎて。やばいよね。もう地方民に対する内見の厳しさなんで分かってくれないんだ。前行ってたとこ辞めちゃった、でも今辞めたこと後悔してる。でも初期費用38万で月額77,000、きつくない？ちょっと別に頑張ればいけると思うけど、そのなんて言うんだろう、辞めた。でもちょっと後悔してる今。ね、もう最初は、いや2ヶ月前払いとかじゃないよ、そのなんていう何々代何々代みたいな。疲れたよパトラッシュみたいな気持ち。もう疲れた探すの。はあ、パトラッシュしたい。もう疲れたよパトラッシュしたい。アモンガスやるか。アカウント入ってるかな。アカウント入ってない、なんで。部屋作るね。あれ待って、私なんか名前変わってるんだけど、なんで。ああ、結構出しちゃった。
OK。いきます。 AVUCNF AVUCNF。 ウィークリーね。あと3人、あと2人。今日はあんま勢いがないですね。お、埋まった。横浜高そうだけどね。赤い小説なかった。ダメだった？次やろうね。埼玉？どこがいいの？どこがさ、都心に近い？カードカード。何駅？草。なんて読むのそれ。草なんて読むのそれ。赤羽ってどこ。赤羽ってどこ。死んでる。浮間渡橋。北区とか普通に高そうじゃん。どこだ。待って、撃てない。あ、待って、私やばい、設定が。待って、私撃てなくなってるんだけど。きつきつきつ。待って、撃てなくなってる。ごめん、打てなくなってるわ私。次直すね。浮きまふ、浮きまふ。待って、打てなくなってる私、ごめん。くそー。浮きまふなわたり。俺も打てないね。一緒だね。はじめまして。ごめん、打てない私。北区板橋。でもやっぱ足立区が一番安くない？でもちょっと足立区はな。黒ショールームからお話して。 OK、 分かった。私カフェいた。カフェでも私さ、別によく行く仕事場っていうかないんだよね。バイト先になるのかな。なんかオーディションとかそんなバラバラだろうしさ、行くところなんて仕事場も。まあそもそも、そもそも仕事があるか分かんないですけどね。電気室で殺されました。電気室で殺されました。殺されました。そんなあなたに疑わく。にゃ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 。事務所さんがオーディションの話などくれたらいいけどね。オーディションの話くれたとしても、そもそもさ、そもそもの話さ、オーディションに受かるか分かんないしね。
これカウソって言うと誰？南千住って心霊スポットなの？舞台でお金入ると思ったら間違いだよ思ってないですよ。司法書士の勉強もしてます。今日覚えたの、待って、なんだっけ、無限責任社員だっけ、待って、無限責任社員だっけ、え、なに、え、待って、ベントなんて使ってないんだけど、え、待って、え、待って、私マジでベントなんて使ってないんだけど、え、え、え、待って、打てないから何も言えないけど、え、待って、マジでベントなんて使ってないんだけど、え、え、え、マジで使ってないんだけど、だって私インポスターになった時もベントの使い方よく分かってないから一回も使ったことないんだよね。ね、呼び捨てしないで、ムカつくから。え、待って、マジで私ベント使わないよ、インポスターの時も。だって使い方分かんないもん、あんまり。なんで隠れるのかよく分かんないから。え、なんで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 、シエンテルクックコックピット&ディデントカム、え、マジマジマジ、あ、それそれ、無限責任社員っていう言葉覚えた。やられたんだけど、無実の罪で。いいもん。え、マジで私ベントの使い方わかんないんだよね。スキンです、ヤッホー。そう、無限責任社員っていうのは、なんか会社の、なんか、まあ会社がヤバくなって、その何か責務を払わなきゃいけないみたいになった時に、同じ、あの、その責任を負うこと、負う社員、全面的にみたいな意味らしいんだよね。その普通の社員は、その、なんて言うんだろう、会社が、あの、まあお金がなくなったとしても、別にそれに対して、あの、なんて言うんだろう、保証人とか、なんて言うんだろう、ならなくていいじゃん普通は。けど、その無限責任社員っていうのは、そういう責任も負わなきゃいけないみたいな。そんな社員いるんだと思ってびっくりしたよ。そう、そうそうそう。やだよね。びっくりした。あと何覚えたかな。頭に残ってるのはめっちゃそれだ。やばって思ったんだよね。そう。あと何だっけな。これ民法か。あ、あとはその遺産相続系のやつもよく見てた今日はなんか遺産相続は直系とかなんかいろいろあって、まあ、全部は全然覚えてない、まだいっぱいパーって読んでるだけだからあんま覚えてないけど、そんな、こういう、あの、例えば
妹とか、そうなんて言うんだろう、あと株主のこととか、なんか会社を待って、もうあんま覚えてない、会社を作ったら絶対その決まり事みたいなのを作らなきゃいけなくて、それは定員なんちゃらとか言って、なんかその資本金がどう、あれとか、その株主があるとか、そういうことも読んだ今日。そう、遺産相続はきちんと決まってるから、何分の1何分の1って。でもそれを守らないと、あれ、あ、それ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 、放置してた、ごめん。定款だ、そう、定款決めなきゃいけないとか、あとは何かな、遺産相続はちゃんとねあるんだよね。あと遺言の効果力とか、そういうのも見た。そう、まず今ね、あのなんか全部入門みたいな、法律入門みたいな本読んでて、全体をさらえる本読んでるから、その後は民法に入る。ほら、この民法と不動産登記を、てか司法書士の試験ってこの2つがメインだから、この2つを中心的にやればいいんですよ。だってほとんどだもん、問題の割合。民法と不動産登記法とか登記法がほとんど占めてるから、もうめちゃくちゃ。あと土地の登記、そう、土地の登記とかもね、見た、今日見てた。でもなんかね、結構楽しい。あの電磁気を勉強してた時よりも全然楽しい気持ちで勉強できる楽しいというか、興味がある。で、私あんま日本語知らないから、言葉の意味を調べるところから始まったりもするから、でも新しい言葉知れて楽しいってなるし、なんか飽きない、嫌だなって思わないから勉強してて。そう、電磁気の勉強とか物理の勉強してた時より全然楽しく、あの学べるから結構いいなって。お前も電気情報科工学科からしほしい、え、マジ？やば、あとを終えるように頑張るね。スケさんが花丸くれた、ありがとう。よかったらフォローして。なんか進んでるね。土地登記整理、私が開業したらみんななんか頼みに来てくれる？まあ受かんか分かんないけどね、頑張ります。でも楽しく勉強できてるね。物理って本当分かんないよね、ビビるよね、めちゃくちゃ点数取れないから。本当全然点数取れないもん。でも最初高1で一番初めに受けた物理のテストが波だったんですよ。あ、低等圏です、今日見てみた。陶器の仕事はアリちゃんに回すよ、ありがとうございます。え、私開業したらリーズナブルな価格でやりたい。リーズナブルな、なんちゃらこうちゃら。
数量？そう、アリちゃんやられてるんです。手数料って決まってるんだ、いくらでやらないと。あ、やば、私抜けちゃったら終わっちゃった？大丈夫？抜けちゃった。で、終わってないの？ごめん。顔の肉がやべえ。ももちゃん、次は真面目にやるわ。ちょっと早々に追い出されすぎてやる気をなくしてた。今日はね、リップとアイラインだけ描いた。他はしてない。さっきごまかし程度に、ちょっと顔が疲れすぎてたからやばいなと思ってごまかし程度にやってみたけど、どうですかね。今日はね、ギリギリの方のバスだったからね、ちょっとやばかった。めっちゃ走った。ごめんって。嘘、いいよ、ごめん。さっききつく言ってごめん。と物件のことでイライラして当たりました。ごめんなちゃい、許してくださいごめんなちゃい、ごめんなちゃい。ニチビがすごいある、ニチビがすごいある、うん、ストレスかな。ね、事故物件も本当にびっくりしたよ。まあいや、都心に近い割には安いなと思ったらそういうことだったのか。でも事故物件でも普通に6万くらいなんだね。びっくりした。それにまず重い、思われ不利だよ。こっち不利ニキビだよ、不利ニキビ。誰も振ってないのに、告白されてもないのに、なんじゃよ本当に。思われニキビはここだから。え、氷川台だった、氷川台。待って、不動産の人から電話かかってきた。ちょっと待って、ちょっと今ごめんね、不動産屋さんから電話かかってきた。ちょっと今物件ガチ勢だからさ、ちょっと無視できないの、ごめん。ちょっとね、無視できなさすぎてごめんね。いや、ここいいよな、ここいい家だよな、結構なんかな、いいと思うんだよな。どうだろう、どうなんだろう。いや、いいと思うんだけどな。もう分かんなくなってくるよね、見すぎると。いや、いい家だと思うけどな、どうなんだろうな。どうなんだろうな。いや、いい家だと思うんだけどな、わかんない。どう、
めんごめん。終わんないの？比較が難しい。そう、どうもわかんない。ここが果たして本当にいいのかとかさ、もうそういうのもわかんなくなってくるんだよね。もうでもさっさと決めないと、そんな永遠に悩んじゃうからさ、君もさっさとパッて決めなきゃだよね。優柔不断マンがめっちゃ出てる。本当にもっといいとこあるんじゃないか、もっといいとこあるんじゃないかって思っちゃうんだよ仲間な人いない？結婚相手ってそんなみんな吟味してコロコロ変えるの？それはないでしょ。妥協できない。いや待って、これあのさ、私本当に鬼だったんだけどさ、さっき、本当に鬼だったんだけど、本当に弁当は使ってない。本当に弁当は使ってない。いや鬼だったけど、私本当に弁当は使ってない。私だって使わないもん弁当、鬼になった時マジで分かんないの、使い方。どうしてあれを使うべきなのかちょっとよく本当に分かってないの。下向いてこうやってみんなの前で話してる時に手が押してたかな弁当とか。でも本当に使わないよ私。いや鬼だったけど、鬼になった時も使わないの弁当。意味ないと思うから。だってさ、弁当なんてさ、いつも出てくるところ見られたら終わりだしさ、使う意味なくない？私は使わない。僕はびっくりした、えってなったんだけど。めっちゃ絶対使ったことないからさ、今までやった中でびっくりしちゃったよ。だからめっちゃ焦ってたもし私やったと思って、こうやって話してる時に手を押しちゃってたかな。そう、普通に出てくるとこ見られそうだからさ、使いたくないんだよね弁当。ということでやろう。待って、私喋れるようにしなきゃ。いくよ。自分って選べてもさ、よく弁当って見られ、目撃されるじゃん。よくいくよ。CQU、 間違った、 CXUTCF、 CXUTCF。 悩んでるか。あと3人。お、入れてるじゃん。はい、揃ったので行きましょう。一回休みます。 OK。 間に合わないんで次参加します。 OK。 少し背の高いあなたの耳に寄せた腕子、フリープレイ練習してくれてんの？ありがとう。流れ星流れる、苦しい嬉しい胸の。なんで？なになになに？わお、弁当見られてんじゃん。 OK。 生涯忘れ
ほらベントってやっぱ見つかるんだよ使ってると。ほらだから使わないから私は。すげえこんなに投票されてるの初めて見た。どうした早くいってしまいそう。そうベント見られるの一番辛いから絶対鬼になったとしても使わない私は。酸素酸素さっさ酸素なんかさ私ほとんど普段インポスターなれないんだよね。インポスター率低い私。二人寄られてる。あ、そうか、あれか、ナオスさんは追放か。楽しかった？ちょっと今鬼が不利な設定になってるかな。でも抜けちゃったじゃん。そうやって悲しいを越えてきた。充電か。オッケーオッケー。じゃもうスキップしかないよね。でいいよ。司会旅行？司会旅行？ユーチューバーだと市民なのにインポスターっぽい動きして荒らしてるな。悪質だな。もう楽しそうだね。ちょっとそれ。いいよ充電。大丈夫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 。6人しかいないよもう。人と夏の忘れの青い夏風。あとちょっとでタスクが終わります。終わらんな。子供深爪したこともインクが黒くなったこと変えてきたら話すね。その前にこの世がなくなっちゃった。でもあなたを待てる。上の方行く。上の方上の方。下の方誰か頼む。誰もやらんのかーい。誰もやらんのかーい。あ、いたいた。これやってんの？やってんのか。
別のマップ？いや私別のマップ一回もやったことないんだけど。終わったよ。私も一回もやったことないんだけど、他のマップ。このマップしかやったことない。どっちだ？じゃあルラかな。すごく難しいの。やったことない他のマップ。ボタン押す。アイリちゃんあと13秒。あと5秒。ローラっていうのは2人とも倒すよって。その疑惑が出てる2人を両方釣りますってこと。疑惑が出てる人を。待って、でも昨日の最後タスク残ってたの自分。おいアジアアジア、はじめまして。日野兄さんは経験者なんですか？お嬢さんなんか合コンみたいじゃない最初の。あなたは何々をご存知な、なんか得意なのですかみたいな。お上手だったのでみたいな。ちょっと固まっとこう。お上手だったのでみたいな面白い。くどきの。すいません、すいません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 。ベントしくじってるよ本当に。しっかりしてマジ。すぐ一人になったからもう私。
上手くない？私マジで。いや、上手くない？本当に。まあ、醤油さんのあれがなかったら厳しかったけどね。すぐ一人になっちゃったから。歌いながら殺されたあー面白すぎる。いただきます。勝利のピノ作りました。ルームちょっとインポスター不利なんで、キルクールのみんなもちょっと上手になってきたから、キルクールの時間を減らします。30秒、ここら辺にしようかな。 27.5 にしちゃいます。 27.5 にします。 LOUVHF。 ほっぱよ。うまっ。なかった？次こそは入ろう。アドミンって管理室？え？私アドミンでアップロードしてた。カフェに
伝え右の方だったら本当に見れなかった。手前入り口のところ、入り口から入って入り口でアップロードしてた。でもう一回それやりに行く。カバウサアバターもらえないね。ごめん、このアカウントのやつじゃないから。アバターの権利いっぱいあるから同じようなやつ作ってもいいけど。説明ありがとう。うわっ、やられてるじゃん。待って、海さんやられてる。そう、もらえない。え、待って、誰かいなかった？アイリちゃん前から逆に毎回すく。保管庫で倒れてた海さん。でそこに近くにいたのは YSA73 さんとピンクグレッキーさん。やばい、誰だこれ。私ちょっと、あとちょっとでタスク終わるぞ。あと電気室のタスクやと終わり。あと1個で終わりです。はい、終わった。待って、なんで、待って、すごい人いるよ。私一回通ったのね。でタスクやって
帰って行ったら倒れてた。待って、誰か一緒にいたんだよね、黄緑さんと。待って、誰か一緒にいたんだよ。青の人、青さんさ、一緒にいたくないわ。 SA73 さん、え、待って、みんな本当上手くなってるよね。みんな吸収能力はい。やばいな。え？落ちてるし。え、みんな上手になってる。本当みんな学習？ん？昨日は目の前で食べてもバレない。ね、今日アウトだよね。また私。ちょっとタスク終わってるからさ、誰かについていこう。ちょっとついていくわ。え、誰かタスク終わってる人、私と一緒に行動しない？じゃあ固まろう、固まっていこう、固まっていこう、固まっていこう、固まろう、固まろう、固まり作戦でいこう。あれ、ちょっとファイナルさん怪しいな。逃げたね、ちょっと逃げましたね。こちらに来てくれませんね。怪しいですね。ちょっとこっち行こう、みんなこっち、こっち、あ、来た来た来た。退出させられた？なんで？誰に？あ、待って、グレッキーさんが逃げた。ちょっと探しに行こう、探しに行こう、ちょっと探しに行こう。あ、いた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 。逃げたとか言ってごめん。管理室？そう、管理室でどこで死んでた？いた？誰もいなかったくない？管理室。管理室誰もいなかったよ。変えたな。怪しいぞ。ちょ、ファイナルさん怪しいね。ファイナルさん怪しくない？でもずっと一緒にはいたんだよね。幻さんかなって思うんだけど。でもずっと一緒にいたもん。だから幻さんにする、私は。今回誰が倒されてるのこれ。誰だよ、スキップしたの。
ックしたの。釣らないとやばいよ。固まろう。まあじゃあとりあえず。てかタスク誰？あとちょっとで終わるのにタスク。タスク誰？行こう、シンビ行こう。上行く。ちょっと誰かのとこ行こう。あ、お、怪しそうな人いた。追いかけよう、追いかけよう。アブロスさん怪しいよね。釣らない？ちょっと。あ、待って、ファイナルさんやられてる。ファイナルさんやられてるんだけど。マジ？なんで？やばい、やばい。どっちかわかんない。でも、いや。オレンジで。これちょっと違うかったらごめん。違うかったらごめん。違うかったらごめん。負けるよね、違うかったら。カット。あ、わわわわ、やっぱ、え、もう一人誰だったのこれ。キリツぼっちだったんだ。やっぱ当たってたな、予想が。当たってた予想、すごくない？すごくない？で、次最後にしますね。もう10時だから。え、すごくない？いきます。今日あの一回も入れてないよっていう人からいきたいと思います。え、おもろいよね。なぜバレた？わかんない。なんでそう思ったんだっけ。忘れちゃった。いきますよ。 UITYFF
UITYFF。 今日一回も入れてない人いないか、どうだろう。おいい感じだね。あと3人かな。おいまた下ネタ野郎来たよ。誰だよ本当に。もうおオッケー揃った。じゃあ行きます。誰本当に見つからない。毎回満室。あ、マジ？なんでじゃろか。激戦区本当？激戦区ピーマン？お、誰かやられてる。え、二人やられてる？うわ、結構やられてる。ダブルキルじゃないか。ごめん、ありがとう。待ってコンタクトが。え、すごい？なんで？普通じゃない？みんな逆にどうやって抜けるの？リって私のお母さんじゃないんだから。リって私のお母さんじゃないんだから本当に。なんでいつも見せ、え、ここで見てこうやって撮ってるの、こうやって。すみませんって、なんで謝るの？なんで謝るの？なんで謝るの？面白いじゃん。ママもね、絶対リっていうの、了解のこと。すぐにまあ装着できるかな。なんか昔さ、高一の時まだコンタクトしてなかったのね。で高1か 高2ぐらいからかな、私コンタクトし始めたので、友達が先にコンタクトだったのね。でその何も見ずにコンタクトを外してたのね。私やっばやっばと思って、それ見た時、え、天才やんと思ったのね。びっくりしたの本当に。何も見ずにコンタクト外して、絶対そんなことできない、人間技じゃないと思ってたの、高校生の時の私は。そしたらできるようになってた。
ついてきてくれるの？ありがとう。これ難しくない？できないんだけど、いつも。あ、治った。ありがとう。ね、りってめっちゃ言うよね。タスク終わった。リリリ派？うわ、また倒されてる？あ、そんなことないか。友達がリリリッセンって使ってくる。かわいいね。嬉しいわ。明日ショールームやりますか？うん、やるよ。尊い。ね、最後勝ちたいね。でもいけそうな気がする。なんとなくブーブースキップできる？ちょっと設定できなかった？他のルームでインポストしてます。頑張って、絶対勝って。スキップできんかな。お、どうだろう、これ誰だろう。あと一人マジで。私とタスク終わってるからな。電気室でやられてる。こんばんは。誰だろう。アバターは一着が枠。よかった。ペロン。ね、集まられると勝てないよね。確かに。サボタージュとか使ってうまくやるしかない。
が勝ち、人数的に残った方かな。かにゃ。アバターの欲しさに種を忘れて思ったことをギフトで投げてしまった。ありがとう。後でお礼メッセージ送りますね。カフェテリア原子炉充電されてなかった。やばい。え、あと4人だっけ。誰か上頼む。あと4人だっけ。あと4人。でもどこにも誰にもいない。どこも誰もいないから4人かな。あと4人？もう無理じゃんこれは。あ、OK、これ使える。いや、よく頑張った方だと思うよ。マジでよく頑張った方だと思う。これはちょっとよく頑張ったと思う。私はで、仲間のさ人がさ、クリポンさんが早々に抜けるからいけないんだよ。もう一人でだいぶやってたから、ずっと仲間がいなくなったらもう無理だから、これ本当。同情してくれる、みんな同情してくれる。これはちょっと電気室の人、そう、またインポスターだった。だってさ、本当にさ、一人最初に抜け、あ、仲間がいなくなっちゃったらね、勝てない絶対。だいぶ頑張ったと思うけど。よし、今日はありがとうみんな。じゃあランキングを読んでいくね。
13位 BPM188 さんありがとう。12位 YSA73 と弁当の事件でごめんなさい。大丈夫大丈夫、私多分さっきもね海さんの目の前で弁当使って間違えて押しちゃって弁当使ったのにね、あのやべえ見られちゃったと思ったけど緊急ボタンすぐ押さないっていう優しさを見せてくれてね、その後倒した。11位翔平さんありがとう。10位クリポンさんありがとう。9位ハローさんありがとう。8位ナオサと TGA ミリタンド私よしさんありがとう。7位海さんありがとう、さっきはごめん。6位木野じいさんありがとう。5位東京特許局さんありがとう。4位林おちょこじちょこさんありがとう。3位ひでくんさんありがとう。2位ラリセさんありがとう。1位シュンアとリスアリガチョウさんありがとう、嬉しい、ありがとうございます。楽しかったね。またやろう、めっちゃ楽しいこのゲーム、またやろうね、またやりましょう。間に合わなかった、まあいっぱいやる、これはハマった、きっとみんなも面白いなって思ってるでしょ。 OK、 次は別のやつもやってみよう。楽しかったね、またやろうやろう、みんなで。まだ今日やって一緒にやれなかったって人も次やりたいし、まだインストールしてないよって方はよかったらインストールしてね。うまくなりたい、みんなでうまくなろう、みんなでいあのアモングアスめっちゃうまい人たちになろう。騙そう、騙し、私不利だからね、全部顔とかも配信で見られてるわけだからめっちゃ不利だから私。それでは皆さん